足の速さは才能じゃない、走りの学校、小田圭一です。スタジです。今日はですね、福岡県であるイベントに呼んでいただいたんです。今日はちょっとその主催者である原田さんにオープニングに来ていただきます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。バモースバモース。実はですね、もうすごいイベントが今行われていて、僕たちの出番が終わったところなんですよね。子供たちすごい速くなってすごい成長してくれたんですが、どんなイベントだったんですか？うちのアレグリアフットボールスクールが主催でやらせていただいてます、はい、サマーキャンプをやっております。サマーキャンプ初日はですね、有名なサッカー系 YouTuber のリゼムさんだったり、リゼムさん、レガテさん、レガテさん、元日本代表の牧誠一郎さん、牧さんで、今話題の那須大輔さんにも来ていただいて、はい、元フットサルのプロ選手の新岡貴人さんもいただいて、はい、すごい、そう、全員がここに、はい、昨日と今日でから学べるっていう、すごい、他サッカー畑の人しかいない中で、はい、今回サッカーやってるとこうサッカーの知識はあるんですけど、やっぱ専門的な知識が僕大事だと思って、はいはい、走りだけを追求してる、はい、こう落とし込んでもらいたいなと思いまして、いやーもう嬉しいです。でもね、まさに今日子供たちの走りがですね、ランニングからスプリントに変わりました。そして原田さんがもう子供たちと一緒に頑張ってくださって、すごい速い、そして伸びしろがさらにあるということですので、原田さんがあるってことはもう皆さん全員サッカー選手あります。なんで今日の内容ぜひ楽しみにご覧ください。ちょっと協賛で、今回のイベント協賛していただいてます。さっきの出ますね、サッカーブランドのケルメさん、ケルメさんありがとうございます、ソックスのアクティバイタルさん、あと日本代表の酒井宏樹さんと大津ゆきさんがやってる、フットボールアシストさん、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。皆さんのおかげで僕たちも呼んでいただけたということで、はい、子供たちにね届けられたと思います。こういった皆さんの支えがあるからね、やっぱイベント成り立ってるんですね。ございます。それでは今日も楽しく走りを学んでいきましょう。バモース。サッカー選手がね言ってたんですけど、日本代表選手ね、日本代表と J 組織のチーム何が違うんですか？君たち何が違うって言ってた？プロになりたいと思ってなれる人となれない人、もう一個上だとプロになってさらに日本代表になれる人、何が違うって言ってたと思う。すごい多くの人が同じことを言ってます。一つはメンタル的な部分があります。考え方が違う。じゃあもっとフィジカル的なもので言うと、スピードが違うで、海外のチームでやった時に何が違うんですかって言ったら、それはスピードがさらに速いって言う。逆に言うとサッカーの上手さってあるじゃん、止めるとか蹴るとかキックの正確さっていうのは、J リーグのチームの方がポジションによっては上手いと思う。でも代表行ったらスピードが違って、そのスピードで選ばれる。じゃあ大学チーム1年間でその年の4年生が10人ぐらいプロに行って大学に行かせていただいた。 A チームと B チームいろんなテストしました。何が違ったと思う？明らかに足の速さが違う。あとジャンプの飛べる高さが違う。で、その10人いた中でも浦和レッズに行ってこの人は日本代表行くかもっていう人一番速かった、一番ジャンプ飛びました。で、何かっていうとね、サッカーっていう種目がシンプルに足が速い方が圧倒的に絶対有利なルールなんだよね。90分間中ボールを1人が持ってる人ってどれぐらい？3分。そう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 、よく知ってるね。素晴らしいです。拍手お願いします。つまり87分間はボールを持ってないんだよね。で、この時に相手のマークを外したり、逆に言うとボールを持った時に抜いたり。じゃあみんな、サッカーでいう足の速さってどんな人？どんな人速い？伊藤純也。伊藤純也さん、伊藤純也さん知ってる人？速いよね。じゃあ他にも足誰速いですか？ムバッペ速いよね。じゃあムバッペ選手が伊藤純也選手みたいになりたいよね。どうやったらなれると？なかなか難しいよね。じゃあちょっと質問を変えましょう。ムバッペ選手、伊藤純也選手って1秒間にどれぐらい進むと思う？難しいよね。あのね、ちょっとみんな一緒に手叩いてみて。この1秒間で10メートルぐらい進みます。10メートルっていうとだいたいこれぐらいです。これが10メートル。この間に10メートルです。つまり1秒間10メートル進めるスピードがあったら、みんな J リーグとか世界であれぐらい活躍できると思う。じゃあどうすればいいかなんだけど、足が速い人には特徴がいくつかあります。足が地面についている時間、一歩あたりね、この一歩足がついている時間って何秒ぐらいかな？じゃあすごく短い時間しかついてないかなって思うか、すごい長い時間ついている、どっちだと思う？短い。短い方だよね。なんで短いって思った？これはさ、伊藤純也さんも長い選手だけじゃないよね。なんか小学校中学校で用意どんどん走ったら、なんか足が速い人ってすごい短い時間でしか足が地面についてない感じするよね。それはみんなすぐ今回答してくれたよね。なんで短い時間の方が速く走れるの？あんまり考えたことないよね。
でもみんな感覚的には分かってる。つく時間が短い方が速く走れるってみんな分かってるけど、なんでそれが走れるかってあんま考えたことないね。なんで一回考えてみよう、みんな。なんでなんだ、なんで短い時間だと速く走れるんだ、なんでなんだ。うん、長い時間つくと次の動作。そうだよね、長い時間つくと次の一歩が遅れちゃうよね。素晴らしいです、拍手。そうだよね、一歩につく時間が長いと次の一歩が遅れちゃうよね。これわかるよね。じゃあみんな走るときにみんな早く走りたいじゃん。みんな早く走りたいけど短い時間でつける人とそうじゃない人いるって不思議じゃない。ちょっとみんな一回立ってみて、短い時間でちょっと足離してみて。じゃあ行くよ、10秒間、よーし。もう短い時間でいってる。みんなさ、すごい短い時間で足離れてたね。ってことはみんなできるってことだ。でもさ、走ってるとムバッペ選手とか伊東純也さんはすごい短いけど、他の選手はもうちょっと長いよね。でみんなもっと長いかもしれない。でも今ここではできるでしょ。今ここで短い時間でできてるのに走るとできないのってなんでなの。不思議じゃない。不思議だね。今日みんな分かるようになる。でこれ分かってることがめちゃくちゃ大事。分かっててサッカーやってる人っていうのは僕の感覚ではほとんどいません。でも分かってれば、分かってることとできることっていうのはほぼ同じです。その証拠にムバッペ選手、サッカー界でもしかして一番速いかもしれないけど、日本で陸上やってたら中学生でも同じぐらいのスピードで走る人っていうのは毎年10人ぐらいいます。陸上というとめちゃくちゃ速い、中学生でも。じゃあムバッペ選手と中学生の陸上選手どっちが筋力があると思います。そのムバッペ選手の方が絶対だよね。つまり走るっていうのはかなりテクニック、体の動かし方で速くなるものなんです。でもみんな勘違いしてる。みんな強く地面をグーって押せば押すほど強く速くしてると思う。そうじゃない、それは逆効果になっちゃうことがあるんです。だから今日みんなほとんどの人が知らない、その技術を身につけたらすごいラッキーじゃない。徐々に知りたくなってきたよか湧いてきてる。じゃあね、これはもう感覚じゃない、答えがあります。どれぐらいで地面から足が離れてるか、何秒ぐらい。難しいね。あ、素晴らしい。 YouTube 見るから。今なんか何秒ですか。 0.0 何秒。そうそうそう、本当それぐらい。あのね、だいたい 0.1 秒って言われます。で、桐生選手とかは 0.07 秒、めちゃくちゃ短くない。 0.1 秒ってどれぐらい短いかっていうと、みんなが思いっきりサッカーボールを蹴った時に足とボールが当たっている時間よりもちょっと短いぐらい。みんな拍手してください。これぐらいの時間、足でやるとこれぐらいの時間しかついてない。これが大体 0.1 秒です。足が速い人の特徴、その2だね。その1は1秒間に 10メートル 進みます。これが足の速い人の特徴1ね。特徴2、 0.1 秒で足が離れます。でね、僕はあのビーチフラックスっていう種目をやってて、あの走る種目をやってるんだけど、走るのが苦手だった。で、どうしても速くなりたくて、ジャマイカってみんなわかる。じゃあ、ウサイン・ボルトさんで知ってる。ウサイン・ボルトさんわかる。小学生もギリギリわかる。ギリギリわかる。ギリギリだよね。もうすぐわかんない世代がね。ボルトさんと一緒に走りたい、練習したいよと思って、ボルトさんと行ってきました。ボルトさんと一緒に走って、ボルトさんすごい速かった。でね、最初に言われたのが、ケンイチの走り方は、マラソンランナーの走り方なんだよって言われた。ボルトは、スプリントで走ってる。皆さん、インサイドキックとさ、トーキックとさ、アウトサイドのキックってさ、同じキックだけど、いろいろさ、種類があるんだよ。そういう風に、走りにも種類があるんだと言われてました。でもさ、日本語って、走るっていう言葉って、走るしかなくないよね。でも、英語では、ランニングって聞いたことある。マラソンランナーね。あと、スプリンターって聞いたことある。100メートルの選手、スプリンターって言うんだけど、走るっていう言葉が2つあるんだ。インサイドキックとトーキックぐらい動き方が違うんです。で、速い人っていうのはみんなスプリントで走ってる。ただ日本人っていうのは走るっていう言葉は一つしかないから、みんなランニングで走ってるんです。で、ランニングの速度、歩きの速度を上げるとランニングになります。でもランニングの速度をさらに速くしてもスプリントにならないんです。だからほとんどの人は速いランニングで走ってます。でも伊東純也さんとかムバッペ選手、速い人っていうのはスプリントで走ってる。だからその差っていうのが全然埋まらない。僕はね、100m ジャマイカでね、3ヶ月間練習して、なんとね、11.8 秒から
10秒8まで1秒間持ちしまった。ランニングとスプリントっていうのはそれぐらい違います。この間もね、ちょうど日本代表の選手今継続的に見させていただいてるんだけど、みんな同じこと言うのが、これを子供の時に知りたかったっていう全員います。子供の時にそれをやってたらみんなすごい速くなる、自信持って必ずできる。じゃあランニングとスプリント何違うかっていうと、ランニングっていうのは実はね、設置時間がね 0.2 秒ぐらい速い人だ。じゃあこれ何が違うと、どうすれば 0.1 秒で足を離せるんだ、どうするんだろう。でもみんな今できたよね。ちょっとみんな持ってたって言って、ちょっと 0.1 秒で片足足離してみてください。そうそうそう、この音、そうそうそう、さあこれ、さあもう一回座って、これはできるんだけど走ると接地が長くなっちゃうの。みんなこれでポイントなのが、実はこっち側の足はないんです。こっち側の足は全員 0.1 秒で離せる能力はもうあります。あるんだけど、こっち側の浮いている足、こっち側の足が遅れてきちゃうの。みんな後ろに足がついた瞬間、足がついた瞬間遅れてきてしまうと、この足がね、前に来るまで下の足って離れられない。わかる？だから、着いた瞬間に足がもう離れられる場所にあったら、すぐに足が離れられるよね。これわかる？言ってる意味。でも、サッカー選手の動き見てみて、ほとんどの選手、着いた瞬間足この辺にあるから。で、ここからここまで持ってこないとここ離れられない。でも、ムバベ選手、見てみて。ムバベ選手、走って、足着いた時に、もう足この辺にあるから。だからすぐにここ離れられる。すぐに離れられる。だから、一歩の時間は短い。じゃあなんで足こうなっちゃうんだろう。足こうならなければ、ムワペ選手みたいに持ってこれそうじゃん。これがすごいポイントなの。今日これだけ覚えて帰って。この一つだけでいいです。サッカーやってる方って、地面を後ろにグッと蹴ると、速く走れると思ってる人が非常に多いんです。ほとんどみんなそう思ってる。なんとなくそういう感じするよね。地面を向こうに蹴ると、速くこっち進む感じするでしょ。これが大きな間違いだ。なんでかっていうと、もし一歩だけそこに早く行くんだったらそれでもいいんです。なんだけど走るっていうのはね、こっちに足を蹴ったら次の一歩は前にある。その足が前に来ないといけない。つまり後ろに蹴った瞬間に次のゴールに遠くなっちゃう。だから足っていうのは後ろにかいてこうやってはダメなんです。これを今日直していこう。よし、ちょっと長くなっちゃったけど、まず最初ちょっとみんなの走りを見せてください。はーす、よーい、はい、早いね、よーい、はい、あ、いい感じ、よーい、はい、よーい、はい、早いんじゃない、すごい早いね、よーい、はい、最後、よーい、はい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 、じゃあ中学生いきましょう、よーい、はい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 、優秀にうまい、よーい、じゃあね、ポイント、ムワッペさんになるためのポイント1いきます。まず、速い人は足がついた時にこの姿勢になってます。どれだけ強い力を地面に加えられるかなんです。じゃあみんなこれやってみよう。ちょっと離れてこれやってみよう。はい、ピッ、はいね、この時にこの時にこれが中途半端じゃダメです。これノームバッペ、これです。じゃあ問題です。地面から近くから地面を強く捉えるのと、高い位置から勢いをつけてドン捉えるのはどっちが強い力で地面捉えられると思う？そうだよね、当たり前だよね。サッカーボールもさ、近くから蹴るのとさ、大きく振りかぶってドンっていうの違うもんね。でもみんな、じゃあなんで足上げるときに体重低かったの？これ損してない？だって地面を捉えるときに前に進むのに、これが低かったらさ、損するよね。つまりみんな当たり前に分かってることがまだまだできてません。じゃあ今度反対側の足は高く上げて10秒キープしてみましょう。そう、いいね、ちゃんと上がってるね。いいよ、6、7、いいね、ムバッペに近づいてきてる。 OK です。じゃあ次です。問題、つま先を下げて地面から反発をもらうのと、つま先を前にしてこうアキレス腱を硬くして地面からもらうの、どっちが足跳ね返ってくる？硬くしてるよね。なんでだと思う？なんでか分かんないけど跳ね返ってくるよね。ちょっとやってみて、やってみて。つま先立ったら痛くない？
跳ね返ってこないし痛いよね。じゃあ今度つま先前出すと跳ね返ってこない、バウンドみたいにボインボインって跳ね返ってくるよね。さあなんでなんだろう、これがアキレス腱なんです。アキレス腱っていうのはみんなつま先をグーッと下にしてみて、グーッと下にしてふくらはぎアキレス腱触ると柔らかいでしょ、このアキレス腱。じゃあ今度つま先前にして足首をグーッと硬くしてみて、インサイドキックみたいに、でこうやってこうやってジャンプできるみたいに、こうやってジャンプして体だけジャンプしてここアキレス腱触ってみて、硬くない？アキレス腱っていうのは足首が動かない状態、動かない状態の時に初めてアキレス腱っていうのは使います。さあさっき戻ってみて、さっきみんな最初足を向こうに蹴った方が速く走るかもと思ったよね。蹴った時ってつま先って向こう向かない？向こう向いた時ってアキレス腱ってどう？柔らかいよね。つまり蹴った瞬間にアキレス腱が使えないんです。だからこれダメなのね。だんだんライバルと差がついてきてます。全然違うからね。じゃあ次アンクロップお願いします。見てね、オッケー、拍手お願いします。じゃあちょっとみんな一回真似してみよう。2、3、4、自分のペースよ。6、7、8、9、10、 OK。 この時にね、絶対に上っぺになれないやり方があるんで、これが膝を曲げてしまうことなの。でもさ、みんなジャンプしようとするとさ、なんか膝曲げた方がなんか飛べる感じするよね。これが違うんです。なんでだと思う？なぜムバッペになるために、足が速くなるためには膝を曲げちゃいけないんだろう？正解は、膝を曲げたらね、膝を伸ばすまで地面から足が離れられないんです。膝を曲げ伸ばしする時間と 0.1 秒ってどっちが短い？ 0.1 秒だよね。つまり膝を曲げようって思った瞬間に 0.1 秒で足が離れられません。 0.1 秒で離れられないってことは速く走ることはできないんです。今度は膝を曲げないで、曲げないことを意識してやってみよう。そうで、この音ね、せーの、ドンドン、そうそう、はいはい、そうそうそう、いいよ。じゃあ次に今度選手腕を振るってやってみましょう。2、3、4、こっから腕振り、1、2、3、4、5、 OK、 拍手、はい、腕振るとどうなった？高さ出たよね。なんで腕振ると高さが出ると思う？なぜ腕を振ると高さが出るんでしょう？難しいけどさ、なんとなくわかるよね。これをムバッペ選手は走るときにやってる。足を今みたいにバネを作って腕で勢いをつける。だから足速い人ってすごい腕振ってない？でもそれをみんなは足の力でさらに勢いをつけようとする。そうすると膝が動くんです。膝が動くと 0.1 秒で走れないんです。だから足が速くない。足が速い人は足を動かそうとしてない。足はバネなんです。バネを作って手で大きく反動をつけます。だから手を振るんです。じゃあ今度はさっきのバネを片足でやってみようか。じゃあお願いします。このベースポジションでバネ、 OK です。拍手、いきます。10回、せーの、もも3、相手もも変わります。 OK、 せーの、じゃあ次、ここが足が速い人とそうじゃない人の最大の違いです。これもうほとんどの人知らないから。足が速い人っていうのはこっちの足がついた時にすでにここにあるんです。 100m9 秒台の人と10秒台の人も微妙に違う。おお、反対、おお、 OK、 拍手、やってみましょう。ピタッと止まるのが大切。そう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 、こうね、安定感がめちゃめちゃ大事よ。自分でね、自分の力をしっかり受け止める。素晴らしい、あ、すごい、すごいですね。空中でね、まず入れ替えられてるっていうのがみんなね、すごい。できる人はね、極力ね、高い位置から止まります。じゃあ右足を上げてください。せーの、まだ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 、せーの、2、まだよまだだよ、せーの、3、お、ハンさんが安定してきてる、せーの、4、お、すごい、来た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 、頑張れ、頑張って、お腹疲れて、せーの、5、止まる、お、いいね、すごい、せーの、6、いいよ、みんないいよ、そういいよ、せーの、7、いいね、痛い痛い痛い、せーの、
はい、取らない、取らない、取らない。してあげる、してあげる。せーの、九、うまい。せーの、十。オッケー。よし。バッチリ。上げるのだんだんきつくならなかった。きついでしょ。ボルトさんはね、ウォーミングアップでこの足を上げる練習を3000回やります。余裕なの。もうこれが呼吸をしてるのと一緒ぐらいできる。ムバッペ選手も絶対できます。もしみんなこれさ、今全然きついでしょ。走るってこの連続なの。サッカーってこれを多分何万回って繰り返してる。つまり何万回これぐらいの差が出るってことなんです。 OK ですか。これを今からやっても絶対できます。次は右足を上げたら、はいって言ったら右足をバウンドベースポジション、はいバウンドベースポジション、はいバウンドベースポジション、いくよ。そうそう、おお、トントン、しっかりね、片足にね、体重を乗せて、せーの、トントン、いいね、いいよ。ベースポジションまで戻ってるかね、確認してね。お、うまい、すごいうまくなってる。うまい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 。素晴らしいです。やっぱこれはね、大人の方が本気だから子供本気なんです。そう、これ始まってるのが大切ね。そうです、始まってるのが大切。そうです、そう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 、そうなんです。そう、この時っていうのは自分の質量しかないんですよ。この時に力を加えようとすると、ギア、車のギアでいうと一番トップギアが入らないです。最初のピッチめちゃくちゃ速いじゃないですか。その最終ギアがないんです。要はずっとサードギアでずっと最後まで走ってるような状態なんです。これ全員なんです。距離が長くなればなるほど速いやつっているじゃないですか、はい、そういう人はこの技術ができます。よし、みんな一緒にやるよ。右足上げましょう。右足バウンド5回いきます。1、ストップ。安定感がすごい。せーの、2、ストップ。うまい。そうそう、いいよ。せーの、3、ストップ。せーの、4、ストップ。そうそう、止まるときね。せーの、5、ストップ。オッケー、拍手。よし、じゃあ次はいよいよ走りに近づけていくよ。今のバウンドあるでしょ。今のバウンドをさせて、右バウンド、左バウンド、右バウンド、右、左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 、これで走ります。ゴールラインに並んでみよう。バウンド、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 いいね、いいよ、いいよ、いいよ、そう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 、弾める、弾める、トントントン、あ、バウンドしてる、バウンド、あ、いいね、弾んでる、弾んでる、すごい、いいでしょ、トントントン、バウンド、バウンド、みんななんか同じ方向に寄ってきてるけど、みんなそのまま真っ直ぐ来てね、そのまま真っ直ぐ来てよ、みんなグーンってきたらね、最後一つになっちゃうから、ダンダン、バウンドしてるね、うまい、ダンダンダン、オッケー。今なんでこのゆっくりやってるかっていうと、ごまかせないためなんです。ゆっくりで弾むためには自分の足をバネにしてそこに体重を乗せるしかない。乗せたら跳ね返ってきます。乗らなかったら跳ね返ってきません。どっちが跳ね返りづらいなっていうのは、その乗せ方だったり足首が緩くなっちゃって、そうすると跳ね返ってきます。足首を固めてそこにドン降りたら必ず跳ね返ってきます。2本目いきましょう。ドン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 、できるとこのリズムにしないみたい。ドン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 、あ、このリズム、ドン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 、真上から、あ、いいっすね。2回目の方がうまい。ドン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 、いいね。できる人はね、ベースポジションまで足が上がるからチャレンジしてみてください。じゃあ今のさらにスピードを上げてみよう。走るスピードを上げて黄色いとこまで行くよ。でなおかつ、なんと今度は手を上げます。手を上げてスピードを上げていくよ。ちょっとせいてやってみて。せーの、見てて。早い早い、飛んでる飛んでる。オッケー、みんなあえて走りたいね。よーい、スタート。はい、よーい、スタート。スピードアップ、スピードアップ、トントントン、よーい、スタート。足の動き、足の動き、よーい、スタート。バウンド、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 よーい、スタート。足を落としましょう。バウンド、バウンド、トン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 ト
より早くバウンドさせて、より遠くに足を持ってくるっていうことが早く走るために重要です。じゃあ今度はさらにスピードを上げます。スピードを上げたからといってベタっとついちゃダメ。なんでスピードが上がるかっていうと、地面に強くバウンドさせて、その弾んだ足がより遠くに行くから早く走れるんです。より強く弾ませて、その足をより遠くに引き上げて走ってみよう。次の一本はできるだけ早く走ります。競争じゃないです。なんで一人ずついきます。一人ずつ自分が出せる一番速い速度で走ります。ダメなのはまた足が戻っちゃうこと。速く走るってことはより強く弾んでその足が前に戻ってくる、さっきのベースポジションに戻ってくる、この距離が速さなんです。よし行きましょう。行くよ、よーっ、スタート。強く、もう電源やりすぎないで、体ね、まっすぐね、まっすぐ、そうそう、タン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 、覚えが早い。ちなみにこの今小学生から中学生までいる中で、その習得具合って結構ばらつきがあると思うんですよ、ね、うんうんうん、でも今一緒にやってるじゃないですか。その時なんか気をつけることってありますか。それはですね、はい、基本的には小学生の方がやっぱ恥ずかしさがないんでレスポンスしてくれるんですね。なんでレスポンスを求めながら、ただ理解度は中学生の方が理解してるんで、中学生が理解してる時のサインと小学生理解してる時のサインっていうのはちょっと違うんで、そのサインを見落とさないでコーチングすることがすごい大事だと思う。でも一緒にできます。じゃあみんな、ここのペナルティエリアまではさっきと同じ動き、ペナルティエリアから黄色までは腕を振ります。でも腕を振った瞬間に走りが戻っちゃダメです。まず1本目は全力じゃなくていいんで、この動きのまま腕を合わせることでスピードが上がる、これを体感しましょう。よーい、スタート。スピード上げて、こっから腕振り、よっ、キャッチ、結構な人だ、スタート、いくよ、合わせるよ、そう、しっかり合わせるよ、タンタンタン、そう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 、前傾姿勢になってないね、いいね、大きく大きく、さあ腕と足をしっかり合わせましょう、いいですね、速い、ダン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 、足大きく、足大きく、そうそう、強くね、いいよ、もっともっと、もっと大きく、もっと強く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 、そう、ダンダンダン、手とね、足をしっかり合わせますよ、そう、いいですね、タイミング合わせましょう。みんな今特に小学生なんだけど、急にここの最初が足が上がってない人が増えてきました。もう一回確認するよ。高い位置から下ろすのと低い位置から地面捉えるの、どっちが強く抑えられる？そうだよね、とにかく最初は高く、高い位置から下ろす、高い位置から下ろす、それを意識しましょう。ダンダンダン、よりね、しっかり設置するよ、ダンダンダン、そうそう、ダン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 、いいね、そう、高い位置から下ろす、そうそう、前前前前前前、この時ね、足つく時に膝曲がらない、ナイス、うまい、いいよ、高い位置から、高い位置から、タイミングアウトね、一気に進むから、ダン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 、これが歩き、そうそう、高い位置から下ろす、さあ、こっから力強くいきます、前も、スプリーもベースポジションまで持ってくるよ、いいね、もう一回最後の休憩を取って最後走ります。
おばさん、これなんで Y ポジションから腕振りに途中から入れ替えるんですか？入れ替えるのもね、まず Y ポジションをやって腕振りをした瞬間に走り方が変わってしまうと、変わると戻るってことですか？戻るってこと、前の足にランニングに戻ってしまうと、体幹をしっかりと固定させて足を動かすということが自動化されてないっていう証拠なんです。そしたらもう一個前に戻って、それをまたさらに習得する、でまたやる、でできた人っていうのはそれが自動化してきてるってことなんで、腕振りの足に入っていく、こういった形で学習者の方が習得してるのかしてないのか見分けるためにそこで入れ替えてもらってます。変われば戻るし、そうです、変わらなければじゃあ次のステップ、そういうことです。なるほどなるほど、そうやって順々になってるんで多くの人がしっかり足が速くなることができるんですね。さあみんなラストです。最初、今度は最初から腕を振ります。よっ、早っ、いや、めちゃくちゃ早いよ。オッケー、アクション。足が常にさ、着いたらすぐに上に行ってたよね。これです、このまま行きましょう。最初は小学生から行きます。スタート、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 動きたいですね。戻してから強く、スタート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 、いいね、いいよ、いいね、よすごくいいよ。オッケー、じゃあ集まってください。今日楽しかった人、いや、ちょっと初めて走れてるかもって人、走れてるね、素晴らしいです。で、何が一番重要かっていうと、お父さんのお母さん、コーチの方に特に伝えたいんですけども、どうやったら足が速くなるかっていうイメージがほとんどの選手は間違ってるんです。なので、どうすれば速くなるんだってことが感覚的に理解できる、そしてそれを言葉でしゃべれるっていうのが非常に大事です。おさらいするよ。足が速くなるために地面についている時間は長い方がいいのと短い方がいいのと、短い方がいいね。短くするために大事なことって何なんだろう。足を長く、そうです、足を地面についたら後ろに蹴る、かくんじゃなくて、ついたらすぐにもう高く上げるのと一緒です。ことだね。そのために大事なのが、地面で足をどうすることが大事なの。そう、アキレス腱を使って弾むから早く戻ってくるんです。ここで腱が使えないと足だけ追いつけることになります。だから選手とか子供とかで、ね、こうやって足が後ろ、体が前っていうパターンってあるよね。これは速く走れないんです。この延長上にムバッペがいないんですね。よし、これで走ると必ずスピードが上がります。これを練習してみてください。 OK ですか？はい、はい、じゃあサッカーのねイベントがあると思うので、みんなで最後力を振り絞って頑張ってください。じゃあ今日はありがとうございました。最後にみんな写真撮ってもらって、バイバー。はい、 OK です。いやー、プロの選手が見てくれてるんだって。これみんなのこと、すごいいい時代になったね。すごいイベントだよこれ。本当にすごいイベントが、すごいんだね。すごいイベントだよこれ。